皆さん、土木の偉人、八田与一をご存知でしょうか。土木分野では有名な台湾の台南では神様のように尊敬されているエンジニアですが、日本では一般の方にはほとんど知られていないでしょうね。八田は台湾の発展に大きく役立った水道や農業インフラの整備に貢献した超一級のエンジニアでした。それだけでなく、とにかく人のため、特に弱い人たちのために行動した人格者でもありました。私は八田与一に憧れています。本当に近づきたいという憧れを抱くのです。2016年3月に学生たちを引率して台南の華南大使を見学に来ました。その夜、食堂での夕食時に学生たちと熱い思いを語り合っていたとき、与一が私たちのことを大きく温かく包み込んでくれるような気持ちになったことを今でも強く覚えています。さて、華南大衆とは、ウサン島ダムを天王山プロジェクトとする与一が陣頭指揮を執った巨大事業です。1930年に完成しました。その約20年前に台湾で完成した約 4000km もの鉄道ネットワークのなんと2倍の工事費です。いかに巨大なプロジェクトであるかが想像できるでしょう。香川県に匹敵する広さの平野を干ばつ、塩害、洪水の三重苦から豊かな実りある緑の平野に変えた人のためのプロジェクトでした。水源から平野に灌漑のために網の目のように作った水路の総延長はなんと1万6千キロメートルに及びます。工事の途中、関東大震災もあり、日本政府は資金難に陥ります。工事で働く人たちに辞めてもらう必要もありました。なんとリーダーの与一は有能な人から先に辞めてもらったのです。弱い人は他では働けない。有能な人は他でも働けない。もちろん与一は彼らの職探しもサポートしました。そしてまた工事が順調に進むようになってからは、彼らに戻ってきてもらい、バリバリと働いてもらいました。弱い人のことを大切にする、心の優しい真のリーダーであったのです。さて、その華南大衆は完成後、工事にかかった巨額の費用をたった3年で回収できるほど、平野からは穀物、農作物の収穫が上がるようになりました。土木とは、何も生み出さない土地ですら人間が適切に働きかけることで人間への恵みを生んでくれるようにする国土へ変える尊い事業なのです。このインフラが恵みを生む効果をストップ効果と言います。私はストップ効果を、日本の国民の多くが知らないことが我が国が抱える諸問題の根幹的な原因であると考えています。ですから、私は大学の授業でストップ効果の最良の事例である華南大衆を与一の人柄とともに教えるようにしています。元気がないと言われる日本人、一方で若い人たちに活力があり目が輝いている発展途上国、そんな日本がどうして豊かな生活を送れるのか、私も知識がない未熟な頃は理由がわかりませんでした。答えは、我々の先人が積み重ねてくださったストック効果に支えられて生活できるからなのです。我が国日本はかつての輝きを完全に失い、もはや先進国と呼べないほど世界の中で凋落を続け、貧困化が進む国になってしまいました。我が国が
日本にふさわしい姿を取り戻すためには、決して十分とは言えないインフラを良質な形で各地域に積み重ね、ストック効果を高めることが絶対に不可欠と確信します。長持ちする丈夫なインフラを新たに建設すること。それから、すでにある膨大なインフラを維持管理しながら上手に使いこなしていくこと。これらに私は研究者、エンジニアとしての自分の人生を捧げるつもりです。あと6ヶ月で天命を知ると言われる50歳に私はなります。決して一人では成し遂げられないこの大きなミッションに様々な方と共にチャレンジしたいと心から思うようになりました。いつまでも未熟な私ですが、夜市のように広い温かい人間を目指したいと思っています。私がどれだけ努力しようと、夜市たちのような偉大な先輩方には決して届きません。偉大な先輩方は、遥か彼方から広く温かく私たちの歩みを見守ってくださっていると思っています。私たちは無限の努力をできるのです。哲学者の内田達は、教育は無限の憧れであると言いました。与一も師匠の広井さみに憧れていました。広井の背中を追いかける与一の憧れの眼差しを見て、後輩が与一に憧れて追いかける。教育とはそのような無限の憧れの連鎖なのです。私もその無限の憧れの連鎖の中で学び続け、教育に命を燃やし、素敵なインフラに支えられた豊かな日本のために少しでも貢献したいと思います。以上です。ありがとうございました。